はい、どうも初めまして、佐藤タスクです。こちらの動画ではこのギター、フェンダーカスタムショップ、ヘビーレリック、デュアルマグ2ストラトキャスターをご紹介します。はい、ということでね、こちらフェンダーカスタムショップ、ヘビーレリック、デュアルマグ2ストラトキャスターのご紹介ですけど、まずですね、デュアルマグ2ストラトキャスターっていうのはね、一体どういうものなのかっていうのをね、ご紹介しますと、デュアルマグ2ピックアップが載ってるストラトキャスターということでございます。じゃあね、そのデュアルマグ2ピックアップってどういうものなのっていうのをね、ご説明しますと、6弦から4弦のマグネットと、3弦から1弦のマグネット、ここがね、分かれておりまして、2つのマグネットで形成されてるピックアップということで、2つのマグネット、デュアルマグネットでデュアルマグピックアップということでございます。ね、これによりね、プレーン弦と巻き弦の音量バランスが整っているっていうのが特徴です。まあ出音の感じですとね、結構出力が高いピックアップかなと思いますけど、そんなやらしい感じのモコモコ感っていうのはなくてですね、非常に使いやすいピックアップかなと思います。あとね、このギターの特徴といたしましては、最近流行ってるね、このストラトハーフブレンダーっていうものがついております。これによりね、フロントピックアップとリアピックアップのこのハーフトーンのね、バランスを調整できます。なのでこれストラトキャスターですけど、テレキャスみたいなサウンドが出ます、ね、そのサウンドの様子もね、後ほど、クリーントーンでカッティングとかしてみたので、聞いていただけると幸いです。あとまあスペックとしましては、ローステッドメイプルが使われておりますね。あとフレットがミディアムジャンボぐらいのフレットで、結構大きいフレットなので、非常にフィンガリングもしやすい、まあここら辺はモダンなフィーリングがあるギターかなと思います。しかしながらね、木材とかこういうブリッジのところとかね、結構トラディショナルな感じのパーツが選定されていますので、ヴィンテージトーンが出ますね。さすがフェンダーカスタムショップ、なんつうかな、絶妙なモダンとヴィンテージの融合ということで、大変気に入っております。それではね、サウンドの方をご紹介してまいります。どうぞ。
こちらフェンダーカスタムショップヘビーレリックデュアルマグ2ストラトキャスターのご紹介でした。いかがだったでしょうか、ね、こんなね外見ですけど、もうガチガチのねレリックっていう感じのヴィンテージ感あふれるルックスですけど、サウンドに関しては結構モダンで、音に関してはねそうモダンな感じがして、まあ、ヴィンテージとモダンの融合ということで、まあフェンダーならでは唯一無二のサウンドかなと思います、ね、またねこのストラットハーフブレンダー、ね、これでねあのテレキャスっぽいサウンドも出ますので、普通のストラットだと音が5個のところ、まあ、6個ぐらいの、ね、サウンドバリエーションがあるということでね、またそれもお楽しみポイントの一つかなと思います。はい、というわけでね今回もギターご紹介してまいりました。今後もね、どんどんギターのご紹介動画をね、撮っていこうと思いますので、またご覧いただけたら幸いです。本日はご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ではでは。